いいえ、アレゴスです。おはようございます。あ、ゴキブリ拾ってアストラップにしてみたー。一応ゴキブリをストラップにしたいっていう方がいるらしいので、ぜひ挙手の方をお願いいたします。はい。2名。まあなんかどっかの地方で流行ってるっていうのは聞いたことがあるんだけど。ないな。え？いや俺はなんか普通に最近アクセサリーとかにハマってて、なんかそれを集める一環としてゴキブリストラップにしたらおしゃれかなと思って。俺は一応あのゴキブリ触れないから、まあ誰かにつけてもらいたいなっていうふうには思ってます、あ、それはお前のカバンにつけるのじゃなくて他の人のカバンにつける。そう。あら、いい感じ。まあ今回はそれで、まあゴキブリを今から捕まえに行って、それをまあ元らが捕獲するでいいのかな。俺なんだ。俺割とこの曲反対派というか、なのに俺がやるんだ。一番オシャレじゃん。そういうあんま褒めていけるとかない。決してこれはゴキブリを差別してるやつではないし、最後はちゃんと返すよっていう。いや、すみません、さゴキブリに対して LGBTQ を気にしてるお前。LGBTQ とか人種とか。そう、それ結構センシティブな問題気にしてる。今回やるのは22でとりあえず探していこうかなって今思ってて。はい、いつもやります。いつも一応でチーム分けしよう。はい、なるほど。 OK、マジムーレゴーのローキック、はい、ブドーディエゴーピカソのローカーキック、はい、フットパーのカルション。はい、ということで僕たちの楽屋でね、これからゴキブリを探していこうと思うんですけど、まあ今ベンチの前なんですよ。池袋全体が便所みたいなもんだから。はい、言い過ぎ。ここは探していこうと思います。はい、この道15年ぐらいだな、多分な。中に隠れてるパターンだね。あ、なるほどね。部屋の中ってさ、あの機械だからあったかかったりするんだよ。はいはいはい。その中にすぐ作ったりするんだけど、なるほどね。前店さんの方にいたらしないかな。いないっすね。置き方がここよ。空きっす。いないっすか。空きっす。空きって言うんだ。躊躇ないな。やっぱ躊躇ないんだよな。空きだね。空きか。はい、キニソタチームなんですけど、ゴキブリが好きな場所って言ったら暗いところだったり裏とかそういう場所にいると思うんで、うん、まあ、俺が積極的にこう行って。いやいや、そんな感じでいるの。こうやってやったら、うん、当たったらいい。非常に汚いね、この街。そうだ、まあ、正直探すもクソもないっていうか、うん、まあ、いるんで。歩いたらいるから、うん、ゴキブリより全然汚いからな、人間の方が。そうだよ、人間の方が汚いからな。カモカモカモ。はい、いました。もうちょっと下下でもっていいですか。こちらですね。見えてるかな。見えてます、見えてます、見えてます。あそこもちょっとアップした方がいいよね。うん。もうやめてくれ。やめてくれ、ケニー。結構あのフォルムが赤めですね。俺たちも赤い。茶羽かな。うわー、すげえ。完全にゴキブリですね。ちょっとね、子供っぽいんで一回かわいそうなんで。見送り？見送りで。ですね、はい、今ちょっと気づいたんですけど、はい、あのゴキブリってこれモザイクになってる可能性はあるんですかね。いや、ないんじゃない。虫だから変にそういうなんか汚物扱いみたいなのは良くないなって思います。そうですよね。一応そこの確認が取れただけで。うわ、さギリ違うな。ギリ違う。言い過ぎね。ギリ違うか。あ、ちょっと大きめいるね。あ、でかいでかいでかい。うわ、気持ち悪い。今気持ち悪い。うん、気持ち悪い。気持ちいい。気持ちいい。うん、あ、すみません。あー、気持ち悪い。え、黒い方がいいかな。これはこれはカメムシだね。これギリ違うか。カブトムシのも撮ってるんですか。いや、なんかこれチャオの付録みたいなやつ。そうそうそう。これはオシャレじゃない方。うんうんうん、気持ち悪い。ちょうわしばらく30分ぐらいで、ね、探したんですけど、意外といないということで、まあ、ここはやっぱりね、あの知性を使うべきだと思ったんですよ、うん、栄養価の高い肉とか砂糖とかそういうものね、こう買ってでここに置いてちょっと様子見ようかなと思います。まあね、あの人を持ってるのは、まあ、とりあえずクリアサヒ。これ糖だよね。いや、麦。麦、まあ糖か。あれ、飲むの。わ、罠じゃないのそれって。なるほどな。これどう。どっちどっちどっち。お、生きてる生きてる生きてる。生きてますね。可愛いね。でもこれストラップとしてついてたらこのぐらいまだ可愛いよ。うん、持ってって、はい、一回持ってってで、やっぱり肉類がいいっていう風に言ってたから。うわー、ぶっくりした。肉類がいいっていう風に言ってたから。うわー、ぶっくりした。なに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 。え、どうしたの。どうしたの。うわー、ありがとうございます。いるね、やっぱりいるね。いや、お前普通に持てんだ。いいわ、マジで。あ、それ捕まえられました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。名前だけこの子に付けてもらっ
ブライアンで挨拶したから、ブライアン人種差別だ。いや、そんな人種差別だ。これはね、まあ、教育するとこから、これも犬と一緒なんで、これから散歩とかしたいんですけど、勝手な行動させて困るんで、まずは主従関係、殺したりとかいじめたりとかマジでするのは本当に一切しない。これガチです。やっぱまずここタコリなんですけど、やっぱこの手伸ばして地面についてちょっと遊びがあるくらいが良くない？そう、四方八方でやっぱおしっことかすると思うから、ここ止めてもらえるとありがたい。俺うまくねえ。お、いいね。ほら、うちの子見ます？ブライアンって言うんですよ。なんかそのプロやめて。ペットとか飼われてますか？猫あります。猫、ああ。ジャパニーズトラディショナルペット。あ、いいんじゃん、いいんじゃん。おお。じゃあ、いいですか。ああ、どうぞどうぞ。ああ、ブライアン、ノーブライアン。ノーブライアン、ダメ。ノーブライアン、ダメ。ゴキブリは美味しい。パワーワード来たな、今。遠いね。2歳ですね。これ光を当てると光沢感があるんですよね、やっぱり。可愛いね。ビジロしてるね。そうなんですよ。ジャパネとヤマトポケモンのハーフだよ。うおー、いやいやいや。はい、今散歩してます。イエー、可愛い。ほら、ピースして。ゴキジェットと一緒に映る。皮肉なもんでやった。何してんの？疲れちゃったかな。そうだよ、ずっと歩き回ってると疲れちゃうから。疲れちゃった。ペット入店禁止だ。ダメだ、置いとかないと。マジか。お待たせ、ごめん。待った。あれ、裏は？あれ、お、お、おくそ。ごめんね、待たしちゃって。すぐどっか行っちゃうんだから。めちゃめちゃ元気じゃないかよ、こいつ。はい、ということでですね、まあ、ブライアンと、まあ、散歩させていただいたんですけど、うん、どうでしたか？まあ、ブラにも家族がいるし、まあ、人間の都合で、まあ、使っちゃいけないのかなって。やっぱゴキブリって言っても、やっぱり生き物だから、その一匹の人生があるなと思ったから、別の道を歩いていくことにしました。じゃあ最後、こいつに合唱を送るということで、はい。広い光の中に山並は燃えて。散歩したいですよ、ゴキブリを。待って、めっちゃ分かる。空の果てまでも超柔らかい。ぬるぬるする、こいつ。じゃあちょっとケンに散歩してみてよ。いい。ああ。ブライアン、ハウス、ハウス。おさわり、おさわり。何されてるんですか？あ、今散歩します。散歩、はい。キノコ見ます。お、いいね。いや、かわいい。いや、おしゃれだな。はい、今散歩してます。ペット入店禁止だ。ダメだ、置いとかないと。マジか。どっかくくりつけといて、お前絶対忘れないように。この広い大空に夢を託して、今別れの時、飛び立とう、未来信じて、弾む若い力信じて、この広い大空に